い、皆さんこんにちは。多趣味多芸ライター明けがらすみやさらさです。旅とキャンプのチャンネルなんでレビュー動画はあんまりやらないんですけれども、この前にですね、収録した私が半裸でゲーミングチェアを作るというその動画がですね、一番再生されてましてですね、そんなわけで今回もレビュー動画です。で、今回はですね、この iPhone 13ですね、最新の iPhone ってやつですね。まあ、最新っつってもそこまで新しくないんですけれども、これのちょっとレビュー動画というかですね、カメラが話題じゃないですか。これ高いわけですけれども、まあ私は au の割引でなんか2年経ったら返さなきゃいけないみたいな割引で安く買ったんですけれども、それでもそのカメラが優秀だからわざわざ YouTuber で役に立つのかなっていうので買ってみたんで、このカメラだけで本当に綺麗なのかっていう、 iPhone 撮影だけで、ちょっと長野旅行というか長野でラーメンとフレンチ食べてきたんで、それの模様をですねお送りいたしたいと思います。完全 iPhone 13撮影で動画は綺麗なのかっていう。それでですね、チャンネル登録者が増えないんで、チャンネル登録を何卒していただけたらありがたいなと。今300目前ぐらいでずっと止まってるんで、ぜひチャンネル登録していただけたらありがたいんですけれども、チャンネル登録やっぱ普通にしてくださいって言ってもやり方みんなわかんないし、まあやり方調べていただけるとありがたいんですけれども、チャンネル登録してくださいの歌っていうのをただいま考案中でして、チャンネル登録してねしてねみたいな、チャンネル登録してねしてねしてね。まあ気になるのはまず画質なんですよね。ただ画質は私 iPhone これの前は8を長々使ってまして、8の時点でもなんかそのデジカメよりも画質いいんじゃねぐらいな。問題は音質なんですよね。今もこのマイクをつけてやってるんですけれども、マイクなしで iPhone の音質はどうなんだいっていうのを、まあだから音声聞き取りづらかったら多分音声編集で上げるとは思うんですけれども、音声ちゃんと取れてんのかなっていう不安と、まああと手ぶれ大丈夫なんだろうかって、まあでも普通にしても手ぶれするんですけど、やっぱで普段ビデオカメラで撮影してるんで、ビデオカメラ自体が重いじゃないですか。だから手ぶれ大丈夫なのかと、 GoPro とかアクションカメラ買えなくてもこのね iPhone でいけちゃうのっていう、まあそんな感じで iPhone 13実際に撮影したらならどうなのか動画どうぞ見てください。諏訪湖に来てます。こんにちは、食べ放題。じゃあちょっとラーメン行ってみましょうか。美しい。スープ使うようでしたらキムチの横にございます。美しい感じでいただきます。うんうん、あっさり味で塩味玉もすいません、熱々なので気をつけてください。以上でおさらいですか。 ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。なかなか歴史を感じる建物ですね。昭和7年創業。ああ、キッチンが走りにも出てるんですね。なるほど。味噌とただいま醤油を買いました。本当は味噌も買いたかったんですけど、味噌はちょっと家にストックがいっぱいあるんで、うんうん、でも美味しそうですね。え？あ、本当だ。中田秀、お、山梨県民、秀来てますね。え、中田秀が来てる。誰が来た？
中田秀。中田秀俊。ああ、サッカーの選手。ゴンじゃない。ゴンはない。ゴンは中山。あ、中山か。中違い。なんか頼んでるんですか。同じものを、うん、あ、この小瓶の方です。わさびお好みでお使いください。はい、そうこちらにございます。はい、ライスもお持ちします。はい、ありがとうございました。どうですか、美味しいですか。肉肉感想肉。プラスワのランチ、古代米が気になります。いただきます。お、でもお、すごい綺麗な発色だ。人参ピクルス、そしてもちもちだと評判のパンにオリーブオイルのバルサミコ酢。もちもちやでって、もちもちだけど結構噛み切るの大変だ。山芋うまいな。山芋そんなに好きじゃなかったんだけど、こんなに果実のような山芋食べたの初めてだ。ドレッシングが辛味大根のドレッシングらしいんで、あ、辛味大根のドレッシングうまいな。美味しそうですね。豚肉の脂身がとろけるようだ。脂身はとろけるんだけど、肉のところはカリカリして。このソースは なんてソースだか忘れました。何ソースでしたっけ。多分果実系のソースです。柑橘系の、うん、なるほど。オレンジソースか。うん、美味しい。セレブリティ空間です。陽明酒がやってるんでしたっけな、確か。まあ、ちょうどいい時で、青子が、スマートの青子がすごいですね。すごい、なんか屋台ありますよ。海なし県の信州は山に囲まれているという風土や自然素材を巧みに生かし、海の幸の代用となる独特の食文化を築いてきました。なるほどね。どんな気がしてます。え、どうなってる。葉っぱがあって、そこから根っこがムーンって出て、ここに張り付いてるんですよ。あ、そうなんですか。浮いてるんじゃないですか。浮いてるんじゃないんですか。やばいですね。葉っぱ一枚一枚にその根っこが入ってるんですよ。はあ、うん。だから上の葉っぱだけ刈り取っても意味ないんですよ。ああ、地面から、地面というか水面、水土星から来てるんですかね。やっぱ水草のせいで生態系がいかれてる。はい、もうダメになっちゃって、水草のせいで太陽が遮られて、はいはい、水の底にある水草が光合成できなくなって、酸素不足になって魚が苦しんでるんで、へー、だからもう死んでる魚が大量に発生したことで、その水草は在来種なんですか。そこまでわかんないですけど、原因は畑から流れ込んでくる栄養たっぷりの水です。あー、なるほど。それでこんなに光合入ってる。確かにこの量やばいっすね。冬場は気づかなかったけど、なんとかしないと。さあ、そんな感じでですね、いかがだったでしょうか。 iPhone 13レビュー。このね、スマホ軽くなったり、軽くもねえか、結局スタイリッシュなのにケースに入れると重たいよ問題とかね、使い勝手が、まあ画面が綺麗、良くなったのは画面が綺麗なのとカメラが良くなった、音もまあ良くなったかな。まあそんなわけで、そうは言っても iPhone 撮影によって今後 YouTube のね、私の動画の撮影クオリティがどんどん上がるのではないかと推察されるんでね、皆さんチャンネル登録のほどぜひよろしくお願いいたします。 iPhone 13で十分旅で YouTube 動画できるぞ、イエーイ。私、明けガラスミヤサラサは電子書籍の制作も行っております。怪談ミステリー、おとぎ亭七波と禁じられた話、イラストは漫画家イラストレーターの加地先生、詳細は概要欄から Amazon の Kindle で明けガラスミヤと検索しても出てきます。
電子書籍活動は今後もバリバリしていく予定ですので、何卒ご贔屓によろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。低評価高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また見てねー。